今日はスーパーの刺身を変身させます。まずは昆布締め風から。まずは刺身の臭みを消します。バットに刺身を並べます。両面に塩を振っていきます。振る量は少なめで大丈夫。イカ以外の魚は塩を振ると美味しくなります。反対側も振っていきましょう。めんどくさい人は省略しても大丈夫。10分ほど放置します。その間に漬け出し作り。安丸だし、牧場海鮮だし。水 500ml に1パックを入れ、4分ほど煮出して冷ましておきます。水の量で濃さを調整。刺身から出た水分を拭き取ります。冷ました出汁の中に刺身を入れます。少しだけ混ぜて冷蔵庫で15分放置。取り出した刺身の水分を拭き取ります。あとは皿に盛り付け。もちろん買ってきた刺身パックに戻しても大丈夫。驚いたのは程よい昆布締め風になったこと。さらにそれをだし醤油で食べた風味が広がりました。本当に美味しかった。次は2分で変身させます。今回はスズキを使います。手間いらずでかなり美味しくなります。今回は塩を振らない方法。バットにキッチンペーパーを敷き、そこに刺身を並べます。最低限ここはやってください。売り出してから出た臭みや水分を拭き取ります。普段の刺身もこれをやるだけで臭みが軽減されます。並べ終わったら余計な水分を拭き取ります。念のためアニサキスチェックしてみました。もちろん省略化です。スズキでアニサキス発見したことある人いたらコメントください。いなかったので仕上げに入ります。盛り付けました。刺身パックに戻すと洗い物減らせます。またまた安丸だし、極上海鮮だし。1パック使います。ハサミでパックを切ります。あとはそれを刺身に振りかけるだけ。まんべんなく多めに。驚くことにこれで完成です。時間ない時でも簡単ですよね。こちらは出汁の風味がより強く、魚介の風味と昆布の風味、スズキだとなおさら感じられ、手間かかってないのに激うまでした。臭みも消してくれると思います。ぜひ試してみてください。